大志東丹保遺跡。大志東丹保遺跡。大志東丹保遺跡は、山梨県南アルプス市大志アザ東丹保にある遺跡。13世紀、鎌倉時代の村落遺跡。鎌倉時代の集落遺跡は、県内では珍しく、木製品など膨大な有機物が出土していることから注目されている。所在する南アルプス市大志は、甲府盆地の南西部、 鎌梨川右岸に位置する。甲府盆地、西部の西氷一帯は盆地を南流する鎌梨川の中石平野で、大志東丹保遺跡は滝沢川と坪川で隠された複合線上地上立地する。標高は245メートル付近。近在の南アルプス市高原には高川原の遺跡が所在し、弥生時代中期後半の水田跡と集落跡が検出されている。 また、南アルプス下島の油田遺跡から出土した、弥生中期中央の土器の圧根から稲が検されており、油田遺跡の昆虫化石からも、水田指標昆虫が多数報告されている。このため弥生中期には当地における稲作の展開が想定されている。大四東丹保遺跡の環境復元においては、第三面全体に火山灰が検出され、水田など、 人為的な工作の行われていない自然状態の湿地であると考えられている。一方で、大志東丹保遺跡の各区からは、弥生中期の死海の獅子などの動物遺体や、種子類、土器片、建築材などが出土している。大志東丹保遺跡の周辺には稲作を制御とする集団が居住しており、この集団は大志東丹保遺跡一帯を行動範囲内とており、 水田稲作の一方で、当地において、狩猟や、喧嘩の採集などを兼ねていた、制御展開が指摘される。古代には、一帯は、和名類受賞に見られる、駒群を大井里に否定される。平安時代後期には、南アルプス市大井を中心に、大井宗が立宗され、南アルプス市南部から藤川町にかけての地域を、正域とし、後に、大井宗は南北に分割され、 大四地域は、北条に含まれる。平安末期には、海原寺一族が進出し、西里には、鏡遠光の一族が到着する。中でも東光の子、光朝は、南アルプス市秋山を本拠とし、大磯を本拠としていたと考えられている。鎌倉時代には、鏡、秋山漁師は没落し、代わって、大磯では、立花世大石が出現する。 南北朝時代には、海の国主後、武田信武の子である信明が、大井宗に進出し、大井氏、武田大井氏を称して有力国人となる。大井氏は、鮎沢や、慶沢を本拠に、西郡立帯に勢力を及ぼした。薔薇沢には、死も成立する。戦国時代には、大井臣たち、新行親子が、駿河国の今川氏と結び合い主語。 武田信虎と敵対するが、後に武田氏に侵入して、家臣団となる。大師の付近には、南アルプス氏戸田の富田城や南アルプス市、あ沢の古長禅寺など、大石に関係する史跡が多く分布する。大師東丹保遺跡の内中世の遺構、遺物は、鎌倉時代、13世紀後半から14世紀前半と推定され、戦国時代に、 武田大石が入部する以前の村落遺跡と位置づけられている。1993年、平成5年から翌年にかけて、厚生道路、国道52号や中部横断自動車道の建設に際して発掘調査が行われる。調査範囲は東西30メートル、南北400メートルの範囲で南北に I4 区が設定された。以降では、 掘ったて柱建物跡や、井戸、水路と推定される溝や水田以降、畑と考えられている施場以降や、全区画に見られる区位列などが検出されている。建物跡は、計7棟あり、E 区に4棟の建物が集中し、採取具などの遺物も集中していることから、支配階層の居住区であると考えられている。南北方向に水路が廃され、 IEE4 区には区画された水田が点在している。集落は13世紀の開発村落であると推定されており、160年余り存続した。区位列が南に傾斜していることから、北方からの洪水被害を受け放棄されたと考えられている。出土遺物は、河原家等の土器類の他国産や中国産の陶磁器、陶ースや矢尻などの金属器や、線下のほか。 大量の木製品が出土している。有機異物では、一区から四区で、弥生時代と鎌倉時代の動物遺体が出土している。ほか、骨格器では、弥生時代のイノシシ剣視製の画族が出土している。種種では、クルミモモカキぶどうなどが出土している。クルミは、鬼ぐるみ、サーぐるみ、ヒメぐるみの三種が出土しており、大師東丹ほ遺跡では、弥生時代の層では、 鬼ぐるみが主体で、鎌倉時代の層では、姫ぐるみ沢ぐるみが主体に変化する。演技式において、古代の海国では香新物として、小桃子、くるみ油が記載されている。放実する桃は、イグシと共に出土しており、雨乞い祭祀に伴うものである可能性が考えられている。火は、鎌倉時代の層から立木が検出されており、 植栽されたものであると考えられている。ブドウは、弥生中期の層から出土しているが、小型であるため、山ブドウやエビズルなど、野生種であると考えられている。昆虫化石では、ヒメコガネ、ドウガネ、VV ブイブイなどが出土している。木製品では、漆碗や箸、和毛物や桁、造りや、串、扇子などの日用品や送信具、水田の鶏飯に差し込まれるイグシや人形、 片城、シロ、フなどの祭祀、呪術具、同時代の絵画資料に見られ建築材と考えられているアジロなどが出土している。四区からは二区だと考えられている鎌倉時代の木管一点が出土している。四区から出土した大量のイグシは桃掛けや重骨と共に出土している。二区の祭祀以降からも大量のイグシと桃核、重骨が出土しており、これらは 雨乞いの祭祀に伴うものである可能性が考えられている。大志東丹保遺跡の1区、2区、3区の第2面からは、弥生時代後期から弥生末期、古墳時代諸島にかけて発生した地震により生じたと考えられている地割れ、噴差とも検出されている。この地震は南海地震もしくはそれに伴う東海地震によるものであると考えられており、 徳島県の黒谷川宮の全遺跡においても、弥生日記の水田面から、噴砂跡が検出されている。大志東丹波遺跡の近在では、油田遺跡においても、同様に地震跡が検出されている。出土遺物は、山梨県立高古博物館に所蔵されており、あじろやげたなどの出土遺物は保存処理が施され、常設展示されている。 大使東丹保遺跡では一四の各区から動物遺体が出土している。山梨県は内陸部であるため動物遺体の出土に乏しい地域であるが、1990年代には中部横断自動車道、厚生道路の建設に伴い、両道のルート上に所在する提出地遺跡の発掘調査が実施された。これにより、近在でなおかつ立地条件が類似している大師。 東丹保遺跡、都土遺跡、南アルプス市、都土、日本柳遺跡、南アルプス市美市場の3遺跡において、多数の動物遺体が出土した。大使東丹保遺跡出土の動物遺体の特徴は、同定標本数、ニスプ、最小個体数、マニーによる蘇生で見ると馬を主体に、犬牛が続く傾向が見られ、日本柳遺跡と共通する。 大四東丹保遺跡の特徴はこれに加え、死海の獅子などの飼料獣や、愛玩動物である猫、海産物である体が出土しており、蘇生の多様性が見られる。日本柳遺跡では、若干の多様性が見られ、カモシカキツネなどが出土している。大四東丹保遺跡、都土遺跡、日本柳遺跡における、動物遺体の蘇生差に関しては、都土遺跡の場合は、 古い年代の資料を含むため年代差であることが推定されるが、都土遺跡では9世紀から12世紀まで継続的に牛が見られるため、年代差の要因は否定されている。また、大志東丹保遺跡と日本柳遺跡では同定された標本数が近いことからも、両遺跡における動物遺体の蘇生差は、それぞれの遺跡の性格を反映していると考えられている。さらに、 景観復元の観点からすると、日本柳遺跡の景観が単純な水田地帯であるのに対し、大志東丹保遺跡では、水田環境に加え狩猟が行われる森林が加わる。愛顔動物である猫が存在し、内陸部において希少性の高い海産物が出土していることからも、富裕層の生活環境が推定される。このため、大志東丹保遺跡は、 日本柳遺跡と比較して、多様な性格の環境を有する遺跡であると評価されている。分布、出土状況に関しては、大志東丹保遺跡では、調査東側の低湿地を中心に分布している。2区では、掘ったて柱建物のある、居住区西側の水田、溝が分布する、廃棄域の存在が見られた。この東居住区から東側の地区には、 祭祀域が存在し、動物遺体も祭祀に関わったものである可能性が指摘される。三区では南北に走る溝を中心とした動物遺体の分布状況を示している。一区から出土した動物遺体はすべて哺乳類で、犬馬イノシシ、豚の可能性も含まれる鹿の四種が出土している。他の地区には見られない弥生時代の飼料を含むことが特徴とされる。出土した創意は、 鎌倉時代の一面と、弥生時代中期後半にあたる三面であると判断されている。一区には、弥生時代後期の二面も確認されているが、この面から出土した資料は見られない。弥生時代の資料はイノシシ三点しか八点。鎌倉時代は馬鹿が各一点ずつ出土している。馬は鎌倉時代に属すると考えられている。犬は一点が出土しているが、時期は不明。 イノシシシカは、弥生時代の3面から検出され、未動定種の哺乳類もいずれかに属すると考えられている。このうち、シカ大体骨は、人為的な破砕による打点と骨髄の抽出が行われていた可能性を示す、スパイラル破砕が見られる。また、イノシシケンシも焼けた変色が見られ、土器片や石器、木材、家族などの異物を伴うことから、 これらの動物遺体は人為的所産によるものであると考えられている。弥生中期の歯科は発展が出土しており、部位では核、頭、脊椎、前歯、後歯が確認される。飼料は風化、剥落が著しいが、解体根、加工根は確認されていない。角が、若っけと成獣の2点が存在するため、最小個体数は2体と判断されている。 大使東丹保遺跡では、四区からも弥生時代の鹿成獣の角が出土している。若獣の数のは、春頃の落ち角で、角座骨を伴う成獣の数のは秋、冬頃の狩猟時期が想定されるが、若獣の数のは角の実が採取された可能性も指摘される。鹿は有用性の高い肩甲骨、大腿骨、頸骨などが出土していることから、当地において、 解体や消費が行われていたと考えられている。部位組成では、歯が少ない点が指摘される。一区からはイノシシ検出性の画属移転が、出土している。伏器で、機体部下方に先行を有する。形状は二等辺三角形状で、長さ 3cm、最大幅 0.9cm、厚さ 0.24cm。イノシシ検出性の画属は、 狩猟具であり、1 9八十年代後半までは、弥生時代における、類品が少なく、縄文時代に特有で、縄文後期、晩期に多く見られる。1 9九十年代に、群馬県や長野県において、弥生時代の類品が報告されるようになる。大使東丹保遺跡から出土した画族は、中部高地、関東地方に特徴的なものであり、中部、関東地方では、 弥生時代にも、縄文後、晩期以来の狩猟伝統が持続していた日の巣、映画指摘される。二三区からは、多数の動物遺体が出土している。二区では、鎌倉時代後半期、十三世紀後半の第一面から、動物遺体が出土している。哺乳類では鹿かむ鹿猫豚うまいぬ人、鳥類では鶏カラスが出土している。鹿は、 左側大腿骨1点が出土しており、カモシカは左側肝骨の腸骨破片が出土している。豚は右側上角第三球子1点が出土しており、全体が摩耗した成獣のものと判断されている。馬は若獣と判断される後頭部破片1点のほか老獣1点、若獣1点、幼獣1点の馬詞が出土しており、4個体以上が推定されている。 犬は25点が出土している。大志東端保遺跡の犬は4子骨を中心とし、若獣、聖犬、小型、中型の犬と推定されている。いずれも小部位で、犬やネズミによる髪跡が見られることから、埋葬ではなく野ざらしや、廃棄などによるものと推定されている。猫は、左肩甲骨1点が出土し、成獣のものであると判断されている。 人は左右の尺骨破片が出土しており、女性のものであると考えられている。人では、新生児と見られる大腿骨一点も出土している。鶏は大腿骨一点、大腿部中間破片一点が出土している。中世の鶏は、山梨県内では、初めての出土事例となった。前者は、白色レグホンより小型で、 後者はシャモの小型と判断されるサイズであると判断されている。カラスはハシブトガラスより小さく左尺骨一点が出土している。3区の動物遺体では馬に鶏が出土している。鎌倉時代の第一面の6号港には馬を中心とした動物遺体集中地区が見られ稲作に伴う祭祀の遺構であるとも考えられている。馬は科学骨一点で左右の 第3前0 9子から第3後薄歯が依存している。剣士のないメスの個体で、歯の摩耗状態から成獣、大型の馬であると判断されている。鶏は頭蓋骨2個、右側頸骨1点、左右の中足骨2点が出土している。サイズは白色レグホンより小さく、中足骨に毛詰めが見られることから、オスの個体であると判断されている。肉からは、 鎌倉時代の間第一点が出土しており、中世の海国における唯一の海産物の流通に関する広告資料とされた。その後、2009年、平成21年には、甲州市勝沼町の勝沼市役田跡において、15世紀代のアジカ、タイカ、マグロ族など多数の海産物の動物遺体が報告され、節根を持つ資料も確認された。同年には、 大市東丹穂遺跡の近在である南アルプス市の矢後島、西の久保遺跡からも5世紀中頃の相田月を続が報告されている。4区からは、弥生時代中期後半の3面と中世の資料が出土している。弥生時代は、資料は、お寿司カ成獣の角座、角幹を伴う、右前頭骨、角座部一点が出土している。角の実が採集された可能性も指摘されるが、 角座骨を伴う成獣は、秋から冬にかけての狩猟時期が考えられている。中世は、鎌倉時代の層から107点が出土し、同定可能な51点は、馬が多数を占め、一括廃棄されたと考えられている。ついで牛が多く、犬は3点、イノシシが1点、人が1点出土している。大使東丹保遺跡、都道遺跡、日本柳遺跡では、 いずれも、平安時代から鎌倉時代にかけての多数の牛馬骨が出土している。都土遺跡は、銅製大森や腰帯具の出土から役所など、政治的性格の強い集落であったと推定され、漢画などの公的施設が存在していたとも考えられている。また、単野以降は確認されていないものの、鉄紙の出土から、鉄器生産を行う集落であったとされる。 都ド遺跡では牧に直接関係する遺構は確認されていないが多数の牛馬の出土状況から集落に隣接した八牧、ハッタ層の全身集落であると考えられている。都ド遺跡からは馬の埋葬事例も4例7体が見られる。これは自然子個体の埋葬もしくは釘によるものであり、馬に対しては埋葬を行う特別な扱いが行われていたことが確認される。 都土遺跡では、馬の埋葬事例が見られる一方で、群馬としての基準を満たさない4歳前後の弱例の個体や産卵的に出土する馬の四出骨が見られ、基準に満たない馬の解体、加工が行われていと推定されている。これに対して、大使東丹保遺跡の馬の年齢構成10歳前後で、都土遺跡のように解体、加工を示す意向や、馬遺体は見られず、 水田農耕を行う上で群馬としての基準に、満たない馬も農耕馬として用していたと考えられている。また、コツコラーゲンを構成する炭素、窒素の安定度を遺体比による馬の植生復元によれば、大志東炭保遺跡の馬は、餌として自生する C3 植物とアワヒエなど、栽培植物の C4 植物の双方を摂取してた結果が報告されている。さらに、 ハエナメル質に含まれるストロンチウムの同位体比による馬の産地復元によれば、大使東丹保遺跡を含む山梨県内の遺跡出土場は外部から持ち込まれた馬が含まれていたことも報告されている。大使東丹保遺跡、都土遺跡では牛も多く出土している。牛は古代には日本列島において広く出土し、東日本では 千葉県の田津海塚など馬を大幅に上回る牛が、出土し体積も存在する。中世には、東国では、牛から、馬主体に移行し、武士団の勃興に伴う変化であると考えられている。都土遺跡、大志東丹保遺跡、日本柳遺跡における牛馬の蘇生は、都土遺跡では、同数程度であり、日本柳遺跡、平安後期から鎌倉では、馬が主体となっている。 鎌倉時代の大使東丹法遺跡では馬100点、5頭、牛39点、8頭が出土しており、日本柳遺跡と同様に馬が主体の構成となっている。大使東丹法遺跡出土の馬は、都土遺跡と比較して、芝の解体、加工の痕跡が見られず、その背景には文化的な差異があったとが指摘される。さらに、中世に移行するに伴い牛馬の蘇生が、 馬が主体に変化することから、貝の国においても、平安時代後期に武士団としての開源寺が台頭し、それに伴い常用に用いられる馬が好まれたと考えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。